はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このモイラヘビにハンドリングをしながら餌やりをしていきたいと思います。まあだいぶ慣れてきたと思うので、ちょっとハンドリングをしながら、あげてみて食べるかどうかっていうのをちょっと確かめていきたいと思います。反応はやっぱすごいしてますね。こんな感じでアップにするとめっちゃ舌出してるのがわかると思うんですけど、だいぶ反応はしてくれてますね。お、はい、しっかり食べてくれましたね。いやー、よかったです。まあなかなかその置き餌じゃないと食べない時が一回あったので、まあこうやってハンドリングしながらでも食べてくれるようになったっていうのはすごい、嬉しいことですね。結構飲み込んでってくれてますね。まあ、普段そのケージで与えていた時は、まあ、前の動画見ていただいた方だったら分かると思うんですけど、結構引きずって食べるんですよね。なんかマウスをずる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 引きずったり叩きつけたりしながら食べてるんで、まあ、ハンドリングしながらだとどうかなと思ったんですけど、まあちょっと引きずりたそうな感じはあるんですけど、まあでも飲み込んでってくれてますね。ああ、もうこれで今手で支えてますけど、もう完全にマウスが手にくっついちゃってますよね。これは危ないですね。もう絶対噛まれますね、これは。後で。もうあれですね、僕の手のあらゆるところにもマウスの匂いがついちゃってますね、これ。もう確実に噛まれますね、これは。ただですね、この小さい頃にいっぱい噛まれてれば、こう大きくなった時に噛まれなくなるっていう話もあったりするので、まあちょっとそういう風にしてみようかどうかっていうのをちょっと考え中なんですよね。まあ、小さいうちにできるだけいっぱい噛まれといた方がいいっていうのは、おそらくその、何回も噛まれることによって、自分のこの手が餌じゃないっていうことを認識してくれるようになるっていうことだと思うんですけど、で、噛まなくなってくると、で、そうするとこう大きくなったらもう噛まなくなっているので安全っていうことだと思ってる思うんですけど、でもやっぱこのモイラヘビって一応毒があるので、ちょっと毒がある蛇にはあんまり噛まれたくはないですよね。ハンドリングしながらでも無事飲み込んでくれましたね。やっぱがっつり噛みに来ましたね。まあ匂いがついてるんで当たり前なんですけど、はい。あ、やっぱめちゃめちゃ食いつきいいですね、2匹目は。もう完全にスイッチが入ってますね。今回は2匹目はあれですね、なんか躊躇なく結構どんどん飲み込んでってる感じですね。
あんまり動くことなくスムーズに飲み込んでってくれてますね。全部飲み込みましたね。こっからが危険ですよね。一応ちょっと手を もう一回、あ、やっぱり噛まれましたね。ちょっともう一回手を出してみましょうか。ちょっと餌と認識しないように。噛んでこないですね、やっぱり。もうちょっと認識してくれたんですかね。いや、これでね、もう完璧に認識してくれて、もう噛まなくなってくれれば、それが一番いいんですけど、まあ、どうですかね。ちょっと、わかんないですよね、まだ。じゃあ、ちょっと最後にもう一匹マウスをあげていきたいと思います。ちょっとお尻からあげるのはあんまり良くないんで、まあ、毛が生えてないんでこのピンクマウスはいいんですけど、ちょっと頭から食べさせる癖をつけないとダメですね。まあ、なんか毛が逆に向いてる状態で与えると結構吐き戻しにつながっちゃったりとかするので、そこはちょっと自分も癖つけないとダメですよね。スムーズに食べてくれましたね。まあ、こうやってね、スムーズに餌を食べてくれるのが一番安心できますよね。だいぶ飲み込むのが早くなりましたね。まあ、マウスが小さいからっていうのもあるんですけど、スムーズに飲み込んでくれていいですね。まあ、無事に、まあ、無事ではないですね、噛まれたんで。まあ、でもモイレちゃんがね、無事に全部餌を食べてくれてよかったです。ちなみに噛まれたところはこんな感じになってます。まあ、ちょっと跡がついてくらいでそんなに痛くはないです。